こんにちは松本直之です先日なんですけれども、うん、このチャンネルのチャンネル登録者数が3000人を超えましたありがとうございますまああのー、ここまで最初の動画投稿してから2年半ぐらい経ってて公開されている動画だけでも200本ぐらいになるんですけど2年半で200本なので決してその投稿ペースは速くはないと思うんですね3日に1 1> 1本どころじゃなくても本当にもっと少ないと思うので多くはないし割と不定期な感じで出してますので、まあ、チャンネルを登録をしてまで見たいって言ってくださる方が3,000人いらっしゃるっていうのは本当にこれありがたいなって思ってます。でまあ、登録者数自体体はは決して多くはないんです YouTube 全体から見ると まあ何十万何百万っていう登録者数抱えてる方もいらっしゃるので決して多くはないんですけどもともとエンターテイメント的な要素がものすごく少ないですしあの勉強しようって思ってる人が、まあ、真剣に見るっていうタイプのそういう類のものですのでそもそも再生回数は多くなくて当たり前かなっていうふうに、まあ、思ってるのでそんなに少ないからどうこうっていう話ではないんですよ。 それで今日、あのーまあ、1,000人の時も2,000人の時も記念動画としてなんかいろいろお話をしてきてて今日も何か話そうかなと思って割と思いつきで今動画回してるんですけども、あのー、一番最初に撮った動画を振り返ってみるとこうやって動画を撮って思ってることを伝えるっていうのは だいぶそのスキルというか経験積んできたなっていう風に感じるんですね最初の動画っていうのは尺にしたら5分ぐらいだったと思うんですけどもその5分の動画を撮るのにテイク10ぐらいやってるんですよでしかも淡々と喋ってますしなんか棒読みというかカン璧読みみたいな感じになってるんですねでこれっていうのはもともと あの「最強の脱サラ新規収納」っていうそのサイトホームページがあってそこに記事として文章をわーって書いてあるっていうのが先にあってそれをその記事をまあ読み上げる形で動画にしたっていうのが、まあ、このチャンネル始まったきっかけみたいになっててだからこうやって喋ってることがもともと原稿のある話なんですね。 あのー、その最初の動画の時ももちろん原稿があってでこれを話そうっていうのをしっかりと読み込んでこんな流れでって,ってここのまあコピーというか文言は絶対外しちゃいけないなみたいのをチェックした上で「こんにちは」っていう風に始めるんですけどこれがなかなか話せないんですね。 書いてあることを覚えられないっていうのはもちろんそうなんですけども、途中で流れがわからなくなってああダメだって言ってあの動画切ったりするんですよで。それで結局テイク10とかになってるんですけど、これ途中からそういう原稿が原稿ありきのスタイルから途中変わり始めて、途中からあのこんなことを話そうかなっていういわゆる見出し的なものだけピックアップして。 まあこのテーマについて話そうでこれをまず話して次これを話してでその流れからこれを話して最後まとめでこうしようっていうような言ってみたらメモ書きみたいなものだけ用意してこうやってお話しするっていうスタイルに途中から変わってきたんですよ。でこれおそらく最初から私はできなかった。 だと思います最初からそれをやろうとすると途中で何話してるか分かんないというか何話していいか分かんなくなって動画撮れてないはずなのでそういう意味ではだいいぶ経験が積み重なってきたなっててきたう風には感じてますあの今回の動画もちょっと撮ろうかなと思って割と気軽に今回してますので、まあ、ほぼカンペなしの状態で撮ってますし。 こんなこと話そうかなっていうのはなんとなく頭にありましたけど、まあ、今話してるうちにどんどんててていっっるななう、まあ、そんな状況ですねこの「最強の脱サラ新規収納」っていういわゆる新規収納者向けにメッセージを出すっていう取り組み自体は実際3年ぐらい前から始めてるんですよ。 愛知県豊田市の小さな小さな農家である私が、まあ、自分勝手に新規収納するにはこういうことを気をつけた方がいいですよっていうのを文章に書いてホームページとして情報発信始めたのが3年ぐらい前でこれもやっぱり最初出してる時記事を投稿し続けてもやっぱり評価されない時期が続いてたんですよ。でそのううち半年年とかか経ったぐらいからいようやく いわゆるグーグルさんが評価をしてくれて検索結果の上位に少しずつあの上げてくれるようになってきてそれで人がまあたくさんの人が見てくれるようになったっていう流れがあってこれはももちろんんの中でで同じなんですよ。最初は動画をどん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 投稿してもやっぱり見ていただけなかったのがそのうち まあ、例えば関連動画に出てきたりとか検索した時に「農業」って検索したらなんか怪しいやつ顔が出てきたぞみたいな感じで、まあ、見ていただけるようになってそれで今登録者数が3000人っってていう風になってるんですよでこれさすがにやっぱり3年やってるとまあいろいろな人に知ってもらえてるせいかまあちょいちょいあちこちから声がかかるようになってるんですね。 あのー、今年に限って言うと今年の1月に奈良県の方から声がかかって奈良県のまあとある団体から声がかかって「講演をしていただけませんか」っていうことでまあ行ってで8月にも京都の方から声がかかって「講演してください」っていう話で行きましたしこれえー、っと言っていいかわからないですけど多,多分いいと思う。山口県の方 から今度12月来月来演しててくだださいっていいいっうお話をいただいたのでままあ、行ってきますもともと愛知県内というか豊田市でまあちょっと話してくださいよみたいな公演依頼は少しはあったんですけど県外からわざわざ愛知県豊田市の小さな農家に依頼をしてまで公演するっていうそういう話はずっとなかったので。 まあ、今年に限って3件県外からのご依頼をいただいたっていうのはこれはまあだいぶ私がやっているこの活動が認知されてきたんじゃないかなっていうふうにまあ感じてるわけですよ。でおそらくこの先も2019年20年って進んでいく中でまあ続けていけばいろんなところから声をかけていただけるかな とは思ってますし私自身もまあやっぱり日本の農業を、まあ、良くしたいというか農業をやりたいって思ってる人の背中を押したいっていう気持ちでやってますのでもちろん収益化できれば最高ですしまあ一部そういう形で お金の流れを作り出すようにはしてますけど実際この YouTube のチャンネル登録チャンネルに関して言うと広告つけてませんので俺どんだけ頑張って出しても YouTube かららは1円ももらえないですよでホームページの方でも結局広告が入ってないので誰かしら企業からの広告収入っていうのはないんですけどそれでもやっぱり。 まあ、お金が動かないと私も続けられないですし農業農家としての,その野菜の収入だけでもちろん食ってけますけどただこういうことをやってるとあの正直畑の方がおろそかになっちゃうことが多くてそれで今年結構大打撃を受けているのでまあこの情報発信を同時に農家としての活動と こっちの収納支援っていう活動も同時に進めていくんであればやっぱりちゃんと収益化っていうものを考えなきゃいけないなとは思ってますでまああの YouTube に広告つけるとかっていうのは正直再生回数考えるとあんまりつける意味ないのでおそらく当分つけることはないと思うんですよ。まあ、これからも有益な情報農業やりたい っていう人にとって役に立つ情報を発信し続けていきたいなと思ってますので、まあ、あのチャンネル登録してくださいっていう言い方はあんまりしないですけども実際新しい動画を出した時に通知が来るとあよってすぐに反応しやすいですしうん動画を見逃したくないんであればやっぱりチャンネル登録しといた方がまあいいと思いますのでたまには言っておきましょうか。 チャンネル登録お願いします。